何か, <laughs> かかぶっちゃったうん今日さメイクしたんだけどもメイク取れちゃった寝たらめっちゃナチュラル、うん、<laughs> さあ今日はですね ミュージカルの感想について皆さんとお話ししたいと思います。イェーイ <laughs> はい。皆さん、えー、ザ・ショータイム、ね、たくさんの応援、そして見,ていく見に来てくださって、本当にありがとうございました。無事終わって、疲れも取れて <laughs>、落ち着いたので、ちょっと今日は、お話などをね、 したいと思います。うん。何から話そうか。何から話そう。でもなんかドラマの時よりも、あやめ社長っていうキャラクターが強くなった気がする。なんかドラマの時はちょっと探り感みたいな、なんか、なんかね、ちょっと自分でも、 まあ撮影がいろいろギューって、ああお化けすごい <laughs> ありがとうみんなギフトありがとう。そう。なんか、いろいろ考えすぎて、うん。なんかね、そうなのよ。なんか自分でも映像を見て思うなって思って。だからドラマの時は、なんか本当に、うん。でも舞台の時、舞台でね、やっとなんか、見つけられたって感じがするので、映画だともうもう存分、 楽しめるんじゃないかなって。だからね、まあ、映画の撮影はまだちょっと決まってないんですけど、なんかそれまでというか、あやめ社長、まあ普段のね、佐々木由香りとしてのこのプライベートでも、あやめ社長だったらどういう行動をしてるかとか、歩き方とか姿勢とか、なんかやっぱ抜けないようにしないとなと思って、映画の撮影の時も、そうだね、そう、あやめ社長と生きていけるように、 うん、舞台は終わったけど撮影もまだあるのでうんなんかそうだねそうそう役としての感覚っていうのかなうん忘れたくないなと思ってうんなんかでもやっぱりね初めてのドラマってすごい 映像で勉強になりました本当にうん舞台とまた見せ方も違うしうん全く違いましたでも楽しかった で、あとあれだ、来月あ、来月いつで、待って、いつだっけ ?DVD のイベントっていつ <laughs> ドラマの DVD が、あの、イベントやるみたいなので、またその時にね、皆さんと会えるのかなって思うとすごく楽しみ。うん。うん。 わかんない。ドラマの撮影の、その DVD のイベントいつったのかわからないけど、適当に今言った。適当年内なのかな来年なのかなワールドの DVD も早く欲しいなぁ。嬉しい。ワールドもね、メイキングあるんですよ。撮った。コメント撮りしたの。見てほしい。 初めてメインでさ、こうやって。なんか、おさしの人生がまた一つ変わった瞬間でもあったと思う。ワールドは本当に。鼻大きな場所で。うん。すごいは、あの、キャストの皆さん。うん。 のデビデで11月予定じゃなかったっけあ十11月かよくあるんが私服衣装で踊っているのが新鮮でした似合ってましたよありがとう私爽やかな曲が大好きすぎた「こんなに話し合って」ってこの曲が大好きだったのこんなに向かい合って こんなに笑い合う日々を青春と呼ぶのかな <laughs> そう簡単なところで歌うやつあやめパート今日までだっけ南見てくれましたかアーカイブ みんな注目こっち向いて時間無駄にゃさせないのんのん懐かしいこの曲かわいいよねみんなそれぞれなんか推し曲みたいなああお化け猫ちゃんタワー えーっと。<laughs> ジャスティンさんありがとうございますありがとうにゃんにゃん。ありがとう,んありがとうコメント来るかな私今日は猫ではないけど、うさぎだ。ええー、ありがとう <laughs> うん、ありがとう、ジャスティンさん。 コメントきました。改めて、全公演、お疲れ様でした。素晴らしい舞台です。映画版楽しみに。ありがとう配信見てくれてたのかなありがとうね。舞台も。映画も楽しみにしててください。本当に私もこの素敵な作品に、ね、出演させていただけて。 幸せです。うん。ありがとう、ジャスティンさん。撮影頑張るね。嬉しい。ありがとう、本当に。ありがとう。<laughs> 頑張るね。 ありがとう。配信見た。全公演見たえー。マジでありがとう。あやめパートどうでした？<laughs> うん。あのー、ね、ルートごとによって。ね、あのー、ひまりのところもそうだし、ひまりのところもあったしね。ルート。あとラストのあの。なんだっけ？あの曲？ うん、なんだっけあったよね。あれさ本当にあのシーン楽しかったなほんと回しかなかったけどひまりとひまりをさこうに対して言葉をかけるところあやめは多分一番セリフ量少なかったんだけどあのそう台本だとね 今にに言葉をかけてやって。うん、であと最後のコンライブ終わりの挨拶 <laughs> 素敵な作品でした。ありがとう。<laughs> あかぼちゃの、かぼちゃこれ、かぼちゃが猫になっちゃう。猫がかぼちゃになって、なんかさ、え歩いてるかぼちゃが歩いてるタワー、ありがとうございます。<laughs> かぼちゃが歩いてる。かぼちゃえかぼちゃが歩いてるなんか、足ついてないえ待って。 何これかわいありがとうございます。よーく見たら足がついてたわ。ありがとうございます。えーっとワイマツアット、四つ葉、仲間思いのあやめ社長、かっこいいさんありがとうございます。あやめ社長、かっこいいでしょ <laughs> ありがとう。 あ、コメント来た。難しかったあやめ役。壁を乗り越えたね。映画も楽しみにしとるけんな。だって、ありがとうございます。<laughs> いやー、本当に壁を乗り越えたと思います。うん。本当に。もう、たっくさん悩んだし、もうどうすればいいんだって、ずーっともう一人で。うん。なんか、最初は、なんか全然、 私、経営者とか、そんな、それ何みんなを引っ張っていくみたいなことないからさ、普段。でも、なんか、あやめを演じたらさ、舞台でね。なんか、まっすぐなところとか、なんか似てるな、みたいな。<laughs> なんて言ったらいいんだろう。なんか言い方とか、そういう性格とか全然違うけど、なんかやっぱ。 人って重なる部分あるんだなぁと思って。自分の中でと役、役にと、役の、役と自分の中で。重なる部分みたいな。あるんだなぁと思って。優しさっていうか、なんていうんだろう。うん。そう。なんか、うん。でさぁ、あの、 何舞台上にはゆかりちゃんではなくちゃんとあやめが存在してた。ありがとう <laughs> ありがとう。うん。そう、なんか、最初全然違うじゃんみたいなの思ってたんだけど、やっぱ、取り入れていくとなんか、いろんな発見だったり気づきがあり、そこがすごく嬉しかったです。うん。あと、正体ミュイムで、あの、感想を見たときに、 カンナにかける、あの、お金のあの、くだりの時なんだっけ迷惑くらいかけなさいよ、仲間なんだからっていうセリフでみんな涙したみたい、泣いたみたいなね、コメントを見かけて、あやっぱりこう、まっすぐに伝えると人の、なんだろう、なんだろう、そういう目で、なんだろう、皆さんに届けることができて嬉しいなって思いました。私もあのシーンすごく好きでした。うん あそこ良かった。<laughs> ありがとう。いやー、本当に嬉しいね。そう言ってもらえて。<laughs> このシーン本当好き。<laughs> 私も好きよ。ありがとう。 お互いありがとうって素直に言えないところもなんかよかった確かに「ありがとう」ってセリフなかったもんねうんでもなんかやっぱりこう分か,分かってるよみたいななんかさ分かる嬉しいよねあのうんあとあや部社長は舞台上でめっちゃ謝罪っていうか謝ったりとか謝ったりとかなんか ペコペコしてる回数多分誰よりも多かったんじゃないかなって思った。まあ、そこはやっぱり、あれなのかね。あれなんだよね。うん。経営者としてというか、なんかそのやっぱり、ね。うん。責任、ね。 正しい姿勢ありがとうペコペコ <laughs> ペコペコうん あ、お化けだ。嬉しいね。みんなどんな曲が好きでした私は爽やかな曲、さっき歌ったやつ。こんなに話し合って、こんなに向き合って、こんなに笑い合う日々を青春と呼ぶのかな <laughs> あ、そう青春。青春青春と、あ、なんだっけ あそうだ、ね、あ、ドラマのオープニングにもあったやつあーなんだっけ間違えしつまったら手を通って抜け出そう 星のささやきだけしか聞こえない夜にってやつでしょ <laughs> ルートの時はね、センター毎回違くて。 その曲なんだっけあの曲曲名いっぱいあるんだよね曲名あるんだけどさねっ「ショータイムの曲だよね最後のあの曲いいよねかっこいいよねあの曲「今を」

舞台の幕が上がる。妙に静かな気配。高まるね。きと興奮。一応。 全部え曲。ね。本当に好きな曲がありすぎて。待って、ゆガるの歌さいたら涙出そうになった。泣いていいんだよ。泣こう。うん。なんか本当に6回っていうね、ほんと公演数で、たくさんの方がこう見に来てくださって、劇場池袋にも毎、なんか、め1回だけじゃなく、2回、3回とか、 ね見に来てくださる方もいて、なんか嬉しかったです。こう、感想とかも見て、ね帰書いてくださったりとか、愛を感じました。うん、いいんだよ。全公演見に来てよかったもうんイェイ。<laughs> ありがとう。 死神の歌。ああ、あの曲が頭から離れないんだけど <laughs>、うん。こびりついてる。かわいいし。 ある意味、社長のおかげで生まれた曲、うん、確かに <laughs>、うん、まさかのさびっくりしたの台本読んで「いやーってな綾音社長がみおちゃんのセリフ私ができないからにそうだね」って即答するの厳しすぎて笑ったみお <laughs>、うん、ちゃんは結構やっぱコメディーそうだよねなんか 私はあそこのシーンも好きでした。面接のシーンも好きだし、どのシーンも好きなんだけど。全然気にしないでみたいな <laughs>。あそこいいよね。 全然気にしないでよ可愛い,い客観的に見られるんだよねそうそう,そうアイデアをダメ出しする速さもうん。 楽しかったなあとタキシード姿も似合ってるという声をいただけてとても嬉しかったです、うん、あとラストのショーのところとかも自然と手拍子だったり拍手など皆さんがやってくださってあすごい一体感っていうか舞台を皆さんと一緒に作り上げてるんだなっていうのを感じましたし。 シートイケメンすぎて惚れちゃう、惚れちゃうぜ。惚れたでしょ。赤ドレスも良かった。舞台で見たかった。でしょ赤ドレスも私着たかった。でも。ミュージカル。白かっこよかった。赤ドレス。でもね、ブロマイドをすごい綺麗に撮ってもらって。みんなゲットしてもらえたかな あ、でもまだグッズ販売されてるよね。通販、通販 ?31 までだっけで、まぁ、あ、今回のこの舞台の演出っていうのがやっぱ、なんか舞台っぽく見せ、なんだろうね。なんだろう、やっぱ、 はい。なんかその舞台っぽい動きをしすぎてるみたいなことをね、稽古場でみんな言われて、なんか、舞台っぽい動きっていうのが、なんて言うんだろう。見え方を気にしすぎてる動きみたいなのを言われてから、なんかそう、みんなそれぞれやっぱ目的を持った行動を、キャラクターそれぞれね、一人一人目的が多分、シーンごとにあって、それの動きをしたら結構やっぱリアルに、リアルに何だろう、お芝居が。 みんなそれぞれなんかそう受け取り合う受け取ることができてなんかうんまあ見せる意識はも,もちろんあるんだけどなんかなんだろううんなんかそうでしたねうん。 そういう感じだったねうーんん <coughs> ありがとう勉強になったのうんみんなで作り上げたね もうだって10月が終わろうとしてることに衝撃だもん終わるんだみたいな <laughs> うんうんうん、ね、1週間でさあれを作ったってすごいよな 10日間ぐらいかな何日間だったんだろう稽古いやほんと1週間ぐらいだわ1週間だわうんいやもう1週間でここまでやってきたってほんとにすごいと思ううんみなさんのパワーのおかげでですほんとに うん、フ <laughs> んかすごいよなって思ったいやもうびっくりだもん歌の稽古とかまあ稽古、うん、その舞台の稽古よりも前に入ってたんだけど舞台してたしダンスとかはねでもお芝居はほんと1週間ぐらいだね全般ミュージカルすごいよね もうみんなすごいと思うなんかすごい <laughs> 私も初めてこんな。でもやっぱ好きだからこそね、みんなでこう一緒に作り上げてこれたし、楽しかったなって思います。天才。<laughs> 優しい。 私、ぶどう糖しか取らなかったもん、マジで、本当に。この一週間、その、稽古期間。いつもラムネ食べ、たから私、ほんとラムネ、ラムネ好きっていうのがバレるようになってきたもん。メンバーみんな、そう、ラムネ好き、ぶどう糖が好き。<laughs> 私は え、ね、ラムネ好きだよ。あの、ゼリーの飲むタイプあるじゃん。あれも買う、買うね。うん。あれ結構今月はたくさん買った気がする。<laughs> うん。なんでかっていうと、食事取るタイミングっていうか、私マウスピースだからさ、本番中外すんだけど、食事取るときに外しに行くのがめんどくさいっていうのもあるし、まあ、ブドウ糖も取りたいし、そう。 普通にこうな,なんていうの外さずに外せ外す,外すことなく飲めるっていうか食べれるっていうのかうんうんそうなのうんそうなんですよ もう天敵撃つしか。天敵ね。天敵良さそう。天敵撃ちたいわ。<laughs> なんかさ、栄養。いっぱいあるじゃん、天敵って。なんか美容にも効く天敵ありますよね。お肌をきれいにする天敵とか、うん。肌を白くするなとか、あと、ダイエットに効く天敵とかもありますよね。まあ、そんな天敵打ったことないんですけど。 どなんあるのあるよもう私打ったことないでも気になる美容好きだから <laughs> 美容好き <laughs> でもやっぱ稽古期間でも食欲がないんだよね本当に。にんかご飯食べると眠くなる。 ぽカぽカしちゃうから集中できなくなっちゃうんですよねうん私だけかななんかお菓子とかも本当にラムネしか食べないしラムネ大好きなんだけど本当家帰って爆食いって感じめっちゃ食べるお仕事っていうかそういう時は本当に食欲がないなんか 歯磨きに行くタイミングもないし、あんまり <laughs>、うん。 うちの役者さんも同じこと言ってました。本当。本当ね。眠くなっちゃうもんね。でも逆に、お腹いっぱいだと、その緊張みたいなのがなくなる。ポカポカするから <laughs>、うん。 髪の毛染め直し,ました綺麗にね前髪はちょっと切りましたほんのちょっとだけね全然長いんだけどさ気持ち切りました長い方がいいのかな私って知らんけど。 映画終わったらちょっと黒く、暗くしたいなーって感じ。黒にしたい。うん。髪の毛もね、ちょっとだけ切った。 マリアちゃんが、ユカルンさん可愛いって、さ、舞台はから吐けたら大丈夫だったっていつも聞くからだって。<laughs> もうこれ完全に心配症じゃん、自分。だからね、自分ね、本当舞台履けるとね、心配症になっちゃうんですよ、本当に。舞台上では別にそういうのないんだけど、よし、私は経営者、行ってくるっていう気持ちなんだけど、履けたらいつも大丈夫だったかなって心配になっちゃう。<laughs> いやマジで私心配性で自信ないの予約したいわ、もう。なんかでも、ある意味、なんかこうやって AKB の現場、AKB としてこう、いろんな外の舞台出させてもらった時に、やっぱこういう、自分から提示していかないと、やっぱプロにとしプロっていうかそう、 だめなんだなっていうのを知った作品でもありました。うん。なんかうん。自分が用意してきたものを出して演出家さんと戦わなくちゃいけないんだなっていうのを。 感じたし、次の、なんだろ、もし舞台とかあったら、そういうのを出していこうっていう、なんか燃えたよね。なんか今までは、どういうキャラクターでいけばいいんだろうとか、すごい、考えてたんだけど。うん。でもなんかやっぱ、戦うことがプロとしての、あれだよっていうのを教えていただいて、 そうだね、今年は磨いていきたいというね26歳磨いていくと決めたので決めたしやっぱりうん自分を信じて心配性もね、うん、少しずつなくしていって。<laughs> うん。頑張りたいと思う。でも私がや、演じる役って、なんか、ハキハキした役が多いよね。なんか、まっすぐな役が多いなっていう印象。なんか、ほんわかした役少ないと思う。逆、なんか、うん。って思わない 今年は特に泣いたり叫んでるイメージいや私さまっすぐにぶつける芝居めっちゃ好きなんだよねなんかあのあのね感情を出してぶつける役めっちゃ好きなんだよね役っていうかセリフもそうだしなんかぶつかり合う瞬間がめっちゃ好き うん、うそういうのってやっぱ伝わるんだよね。あの、ワールドの時舞台ワールドの時にあのなえちゃんが私のお芝居を見てそう言ってくれたから、まっすぐになんかその感情ぶつけるのめっちゃ好きでしょみたいに言われて、うん、好きって言って <laughs>、すごいなって、やっぱ役者さんわかるんだなみたいな。 あでも普段感情そんな、あんなに怒ったりとか強く言ったりとか全然ないんだけど。でもなんか役として演じる時はやっぱ楽しいね。うん。うん。毎回違うし。うん。でもなんか。 もっと磨いていきたいなって思いますね。正直に生きてるよね。まあ素直だからね <laughs>。素直だからね。今日ゆかるん肌もちもちピカピカ。ありがとう美顔器やってるからかな うん、美顔器でめっちゃ肌きれいになった気がする。<laughs> あとあれだあのー、<laughs> あれやってる。 スチーマースチームお肌の。何年前に買ったやつかな ?2 年前ぐらいかな。最近、てかもうそうだよね。乾燥してくる時期になってきたから、お肌に潤いを与えようと思って。うん、スチーマー、やってる。 大事 <laughs> ドボンやろ <laughs> 私ちょっとえドボンって何時までやっていいんだっけ何時でもいいのかな今ってメンバーってドボン何時にやってるの <laughs> だって私ドボン全然やってないよね あ、24時までなんだ。じゃあもう無理じゃん。今日できないじゃん。<laughs> 残念。明日だな。この携帯に入ってんね。こっちの。こっちの携帯に入ってて。ああ、こっちにそうダウンロードしてなくた。どボう,うん。 久しぶりに対戦したい。できるといいよね。本のランキング読み。ああ、でも30分じゃ絶対足りないよね。まだ、今。 あと11月1日に。お知らせがあります。そうだ。私はもうその日がドキドキで。ドキドキで仕方がない。 だからね3日のオンラインお話し会でみんなとお話しできるのが楽しみなんだうん図工の準備はいらないですマジで本当にあのねうんまあもうすぐなので待っててください 3日は仕事で参加できないのが悲しいでもあそっかそういうことかでもいっぱいねオンライン話し会まだまだあるので再販とかもね今やってるのか3日楽しみにしてくる待ってます皆さんとか話的に3日以外でもね 3日取っといてよかった <laughs>。ありがとう。3日はもうちゃんの誕生日でもあるからね。みんなのワンワンコール楽しみにしてます。ワンワンうん <coughs> 今日ハピネスツイートされますん うん。先にすいません。皆さん、いい面を見てくだお、おやすみなさい。おやすみ。おやすみ。ハピネス新聞。ああ、ファンの方が作ってくださってる非公式の <laughs> 新聞。<laughs> あれ見たよ。でも私、みんなに謝らなきゃいけないことがあるんです。<laughs> なんかあのセリフと重なるな <laughs>。ちょっと、みんなに謝らなきゃいけないことがあるんです。 そんな謝れることなんて。私ね。<laughs> 私ね。あの、ジャッシュっていう、あのー、ほんと10月の頭ぐらいかな。なんか、ジャッシュがないみたいに言われた,みたいな。ジャッシュって何と思ってさ、その、喜怒哀楽みたいな。英語、おさこう。そういう意味なんだってみたいに言ってさ。そうないって言われてさ、すごい私、ダメだな、みたいな。 そう、でさ行ったじゃん配信でこの今月の頭ぐらいにですごいへこんでたので次の日にそのスタッフさん会った時に「そのじゃすいませんでした」みたいな「そうなんか頑張ります」みたいな言ったらねあ「ジャズシューズのことだよ」 ダンス動画を見たときに、レッスンシューズっていうか、ジャズシューズ履いてなくて、じゃあ持ってなくて、私もともと。ミュージカルはジャズシューズ持ってた方がいいよ、みたいな。えー、ってなって。え、あ、機能が楽なことじゃなかったんだよ、と思って。<laughs> <laughs> <laughs> めっちゃ恥ずかしくて。でも、そんなくつのって思って、逆にね。<laughs> ジャズシューズ、ジャッシュジャッシュっていうのかな。そう。ミュージカルだと本当に、ミュージカルの現場とかだと、ジャズシューズっていうのかな。そのダンス用のシューズ。そう。がないと、 くださっててでチャコットに行って買ったの今回の,タンの、ね、パンプスもそうだし衣装のねパンプスもそうだしあやめちゃんが入ってあのそうもう自分用でもう買ったんだけどあと普通の靴ジャズシューズゲットしてダンス用のねめちゃくちゃ動きやすくてターンとか回りやすくてすごく足が疲れないとか靴擦れもしないしそう そう、買ったんですよ。今回のために。うん。そう。みんなが心配した分を返して <laughs>。1ヶ月、1ヶ月後に。そう、あのね、柔らかいんです。柔らかいっていうか、足、 重心っていうのかなすごいしっかりこう。うん。安定感があって、買ってよかったなって感じ。だからこれからもし舞台とかそういう現場とかあったら、そのジャズシューズを履いて、稽古参加したいと思います。いいネタ持ったな <laughs>。 うん。で、ダンス用のパンプスもね、本当に、うん、買ってよかった。安定感がある。あやめちゃん、ずっと黒いパンプスだったじゃん。あれ、ダンス用のパンプスで。私、本当にさ、外反母趾って結構足痛めることあるんですけど、パンプスとか、ヒール履くと。でも、 全然痛みなくて、すごーと思って。チャコットっていうバレーシューズとかそういう専門のとこ行って会話した。<laughs> ひっ <laughs> うん。あと22分。 チャコットそうチャコット調べてみてくださいバレーうんでもそうチャコットの靴をねそうお母さんに買ったんだよって言ったらさ昔お湯着会かなんかで買ったことあるよみたいに言われてあそうなのみたいなうんやっぱ有名なんだよねすごい コ、うん、スメもあるのああるね渋谷の方のお店で買いました うん。うんぐるが渋谷珍しい。 渋谷ななんて行かないかいらね全然なんかでもまあ全然お昼頃だったからさ何だけど一人で渋谷行くのも歩くのも結構勇気いるなんかドキドキしちゃったよね私渋谷が浄化されました懐かしいあれな,な,なんか渋谷だったっけなんかれいちゃんが言ってたよね渋谷な <laughs> 懐かしいななんだっけどんな話でそうなったんだっけあの時は浄化されましたかよちゃんどっちだ覚えてないけどでも浄化は覚えてるよそれかよちゃんかかよちゃんと二人で渋谷行った時 ああ、ええー、おあ、渋谷で広告が流れた時にね。あ、そう、そ、それか。渋谷が浄化されるってこと。<laughs> などういうこと思い出したかも。 懐かしいねでもこの間違うミュージカルが池袋だったじゃないですか池袋ちょっとふらふら歩いたんですよその会場の周り劇場の周りがいっぱいあったいろんなお店うん ゲームセンターが多かったイメージ。あの、ショータイムの会場の近く。<laughs> 池袋いっぱいあるね、意外と。なんか、あんまり、あっちの方歩いたことないっていうか、全然あんまり詳しくないんだけどさ。うん、なんか私、 新宿とか池袋とか行っても、なんかルミネとかしか行かないから、日本、お洋服とか。なんかうん <laughs> のの舞台の劇場いいっぱいありますようんサンシャインは見に行ったことあるサンシャインかなうんでもね池袋をまた立てるといいな舞台あ私池袋立ったことあるじゃん山犬 <laughs>、うん、だそうだ 一度きりの山犬ゲストでゲスト出演ってすごいよねゲストもすごい楽しかっただってもう一回だもん で終わった時に丸尾さんに「ゆかるんは映像の方がいいのかな?」みたいな言われた <laughs> あ,あ私舞台向いてないんだと思って「舞 <laughs> 台とかもいいかもね」みたいに言われてでもさまじ目にでまたさお世話っていうかさそう演出させてもらってでもなんか でも、なんかそのハイエナーの動きっていうか、そういうのをさ、自分で提示したらさ、それが伝わったシーンがあって、あの裏切りのシーンね。全然ダメだよって最初言われた、言われて悔しくて。じゃあどうしたらいいんだろうってなって。見せ方っていうか、そう。そう。次の稽古の時に、自分が思ってたやつを出したら、 何も言われなくなった <laughs> よくなったよって言われて <laughs> あこれがお芝居なんだと楽しいなってうんうん <coughs> そこも戦って勝ち取ったんだねうん 初めて出る子とかも多かったから町ムリ舞台経験っていうのかなそう経験者も多かったけどそうだから結構丸尾さんは細かく一人一人にこういう動きをしたらキャラクターが生きるよとか何かねそういう本当とに、まあ、稽古期間もたっぷりとってね1ヶ月ぐらいかな盾もあったしうん本当に丸尾さんが わざわざこう舞台上っていうかその稽古場のね舞台のステージにこう動いてくださってこういう歩き方とかこういう何動き方っていうのかなセリフの言い方とかほんまかく一人一人にこう教えてくれてくださいましたん でもやっぱ外の現場ではそういうことは絶対やってもらえないからし、うん、なんか正直自分も甘えてたなって部分も多分あって。うん。だから本当に、これからは演出家と戦っていこうと思いました。うん。まあその舞台によって全然演出家さんも違うし、見せ方も多分違うと思うけど。 うん、分からないから教えてください。分からないときは確かに聞きに行きたいと思うけど、うん。いいものを作って。稽古は失敗してもいいから。頑張ろうと思う。 あと12分今年はたくさん舞台に出たなうん5本 あでもまだまだお知らせはあるので待っててください。<laughs> はい。<laughs> 初めてじゃないこんなに多いの。もがめの写真いつも可愛い。ありがとう。うん、こちらこそ見てくれてありがとうだよ。 ゆかるおしさんもねみんな舞台でこうね嬉しいねなんか私きっかけでミュージカルを好きになったとか舞台好きになったっていうファンの方が結構いて嬉しいなって思いますうん嬉しいえでも来月は 時間あるから絶対私多分劇場出ると思ううん多分ね <laughs> いや多分今のところでもほんとにうん多分11月ってワンちゃんワンチャンっていうか <laughs> ありそうな予感がするよ知らんけど、うん、みんな久しぶりに AKB の あれ開くんじゃない。<laughs> 申し込み,みたいな。チケットセンター。うん。 いやそうだよね、ミュージカルやったからさ、劇場でね、どういう、なんかもう表現も絶対変わってるな、ということで、楽しみなんですよ。イェイ。生誕はないんじゃないわかんないけど。私多分生誕、久しぶり、8ヶ月ぶりとかになったらもう無理。頭いっぱいいっぱいで、画面に映る自分が、 やばみ。 生誕ティー着る機会がない。え、ごめん。あ、そういえば私生誕ティ伝説もらったんですよ。あと大きいトートバッグ。自分がデザインした。届いたんですよ。めっちゃ可愛い。てか、あのマークめっちゃ大きくて、いいね。うん。先週楽の時に、マネージャーさんが持ってきてくださってて。めっちゃ入ったもん。荷物楽だったもん。帰り。<laughs> シンプルだしめっちゃ可愛いよね。あのトートバッグしっかりしてるし。T シャツはまだ着てないや。着ないとだよね。あのね、すんごいもう、めっちゃ入る。もう。うんありがたかった。 使えるものは即使使う,うん使った方がいいよ、絶対。うん。うん。どうしても保存したい。けど、使いたいって時はもう2つ買うしかない。でもね、置いてても、やっぱ使わないとって思っちゃう。蚊だから。 ハロウィン仮装するのええ仮装もう仮装ないんだけど、家に。<laughs> てか、仮装してきたものを、メイドさんとか、もう見たでしょ皆さん。でもないんだけど。私買ってないもん、仮装。あ、ティファ <laughs> ティファでも、もう髪の毛短いしな。もう後ろにこうやって。 結んで、こう下ろして、まっすぐにしたら、いいか。あと、髪の毛黒くするスプレーも持ってるから。いけそうワンちゃん。でも、カラコン持ってないな。オレンジっぽいカラコンが欲しいんだけど、ディファって。た分そういう感じだね。 赤み系。え、ね、ワンチャン、いや、ワンちゃんも期待しなくていいと思う。あの、1%期待していいぐらいです。本当に。私だって、31、予定入ってますもん。お仕事だから、わかんないけど、でも。わかんないけど <laughs> でも。まあ、そんな感じで。 ちょっと、ランキング読みます。皆さんありがとうございます。13位。待って、これなんて読むんだっけちょっと待って、私覚えてるんだけど。何さんだっけ待って、私覚えてる。知ってるの。待って、てかもうあと5分もない。どうしよう。 ランキンキグ変わったまたあランキング変わってるじゃんえー、あ待ってでもランキングいなくなっちゃったじゃんあえあありがとうでも応援してくれて <laughs> では最新のランキング読みます13位ひろもんさんありがとうございます 12位、井上義弘さん、ありがとうございます。11位、西井さん、ありがとうございます。10位、ゼッカ、ハピネス、届けさん、ありがとうございます。9位、SAT、サトル、岡田さん、ありがとうございます。8位、市兵衛達夫さん、ありがとうございます。えー 7位、タカちゃん、アット、ついてる、もえさん、ありがとうございます。えー、6位、石弘さん、ありがとうございます。5位、ハメ太郎さん、ありがとうございます、えー。4位、ハムさん、ありがとうございます。えー、3位、ヨダトモさん、ありがとうございます。えー、2位、ワイマ。 あと、四つ葉、仲間思いの嫁社長、かっこいいさん。ありがとうございます。どうもありがとうございます。そして、第1位、ジャスティンさん、ありがとうございます。皆さん、ありがとうございます。そして、さっき、読めなよ、読むタイミングと、か、か、ランキングの変化もあり、え読めなかった強しさん、ありがとうございました。<laughs> すいません、本当に。 これ何分おきに変わるのこの。知らんけど。<laughs> さ、タイミング悪くなるとさ、ごちゃごちゃしちゃうよね。難しいね。5分おきに変わるんだ。ええー。えー、じゃあ配信始めて、測ればいいのか。あ5分 ねえ、大変だね。では皆さん、今日も来てくださってありがとうございました。また、お話ししましょう。あと2分かなあと1分だ。みんなおやすみ。おやすみ、おやすみ。おやすみ。今日も楽しかった。 明日ドボンやろうかな。皆さんありがとうございました。今日も。またねー。ありがとうございました。バイバーイ。おやすみなさーい。 バイバーイ。バイバーイ。あー、来た <laughs> ま、ま、ま、ほんとだ。<laughs> 来たじゃないよ。ごめん。え、あ、ミラモールありがとうございます。ああ。<laughs> 毎回。 毎日がハッピーバースデー <laughs>。毎回。ねやばいやばい。延長しちゃった。じゃあだってさ、久しぶりショールームするじゃん。1二時過ぎるじゃん。延長するじゃん。何なのありがとうございます。みんなありがとう <laughs>。 そろそろじゃあお休みします。はい。はい。<laughs> はい。<laughs> おやすみなさい。みなさんありがとうございました。バイバイ。